ガチコマイル塾よよ。皆さんこんにちは。今回もですね、マイルの虎企画ということでですね、数々の品を乗り越えてきた中でですね、ハイヤッコさん、通称ハイヤッコさんにですね、今日は、お話ししていただこうと思っております。そのわけでハイヤッコさん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、ニックネームはさておきですね、ハイヤッコさんのことをちょっと簡単にですね、今回このビデオを見てくださっている皆さんにシェアしていただければなというふうに思うんですけれども、お願いできますでしょうか。はい、某関東に在住しております、主人と子供2人で、私も勤め人でおります、ハイヤッコと申します。よろしくお願いします。はい、止まらない、はい、ホテル修行を頑張っております。止まらないホテル修行、何ですかそれ。まあ、ちょっとその辺はですね、この後伺えるのかなと思うんですけれども、早速ですけれども、今回ですね、このガチンコマイル塾のですね、リスナーの方にハイヤッコさんがですね、どうしてもシェアしたいとっておきのマイルを貯める方法なのか、裏技なのかですね、何か考え方なのか、旅行術なのか、人それぞれ違うかと思うんですけれども、それについてですね、ぜひお話ししていただきたいんですけれども、ズバリ本日のお題は何でしょうか。はい、じゃじゃん。ハイヤットに泊まらないで修行ができます。ハイヤットに泊まらないで修行をするという、そんなことをやられてるってことですね。はい、はい、そうですね。今、ハイヤットはデイユースプランをやってまして、はいはい、で私実は去年から、グローバリストになってはいるんですけれども、はい、今デイユース使いますと、はい、7時から、はい、夜の7時まで、はい、12時間使えるんですね。はい、でそこで例えばラウンジとかです、はい、あるホテルになりますと、はい、もう朝ごはんからあと夜のカクテルタイムまで、はい、デイユースだけど朝ごはんとお夕飯を食べながら優雅に修行することが実はできます。すごい。すごい。普通デイユースってだってただ泊まるだけというかですね、まあ、食事はついてないと思うんですけれども、そうですね。でも本当にこれはグローバリストのステータスのおかげもあります。はい、ただクラブラウンジ付きの部屋を取っていただけたりすると、はいはい、一般の方でも使えはするんですけれども、朝ごはんももちろんつきますし、はい、お夕飯もなんか朝ごはん食べられますかとかって最初聞いたら、あ、もうもちろんですよみたいな感じで、はい、はい、もちろんです、もちろんです。はい、あと、まあ、場所によってはね、2人でも、まあ、1人でも人数、はい、一緒だよっていう場合もあるので、はい、あとハイヤットはすごく子供にも優しいホテルですので、はいはい、私子供いるんですけれども、はい、まあ、その子連れて、はい、あと、まあ、私の母と3人で、はい、朝から行ってご飯食べて、で、はい、まあ、プールがあるホテルですとプールもちょっと使わせていただいて、はい、夕飯も食べて日帰りで帰るみたいな、まあ、そういう修行が、まあ、できているような感じです。すごい。でも3世代、親子3世代でこう行かれてるということですよね。そこに自分、はい、ご自身のステータスをこう使われて皆さんハッピーにされてるということですよね。はい、そうですね。ハイヤットはすごく、そうですね、はい、優しいです。ぜひちょっと今のまま続けていただければなと思うんですけど、はい、すごく最近ハイヤットはいろんなキャンペーンもしているので、はい、以前よりも、まあ、グローバリストに、ね、なる方もいるかと思うので、はい、まあ、そういった方も、まあ、少しずつそういう、こう形でね、修行さ、はい、というか次につなげてね、なるほど、なるほど、かなとは思いますね。はい、やっぱりですね、今回このガチンコマイル塾のリスナーの方でもどうしても泊まりに行けない方、やっぱりそれはご家族だったりとか、うん、いろいろとね、それぞれおのの状況があるかと思うんですけれども、うん、そんな中ですね、今回のこの泊まらないスキーム、要は朝から夕方までいるけども夜は家に戻ってきますよってことだと思うので、そうですね、はい、で実は、はい、この修行してるのは主人には秘密にして、はい、あ、そうなんですね。そうなんです、主人は知らないですけど。そうなんですね。実際いろいろなことがあって、やっぱりこう、はい、修行を諦めてる方とかもいっぱいいるかと思うんですね。うんうん、そうですね、はい、でやっぱり子供がいたり、まあ、
本当本来はねみんなでこう、うん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 、あの楽しめれば、でもなかなか理解を得られないとかも、ね、うんうん、あるかもしれないんですけど、でもやっぱりそこで諦めちゃうんじゃなくて、うんうん、じゃあどういうふうにそれを実行できるかっていうところを考えると、うん、結構そういうチャンスとかアイディアはあるので、うんうん、ぜひ興味持った方はいろいろチャレンジしていただきたいなってすごく思います。これ例えばなんですけど、お子さんが学校行ってる時も朝ごはんだけちょっと7時だとギリギリ間に合うか分からないんですけど食べて、うん、でまた戻ってこられてちょっとプール入って一緒に食事してそういうのもこうできちゃうって感じですよね。そうですね、本当にもうそういう生活とかねされることも本当に実際可能だと思います、うん、このスキームだと、うんうんうん、はい、そうですよね。お子さんちなみにやっぱりホテルとか どうなんですかね、その辺りちょっと伺ってみたいんですけど、やっぱ楽しそうですか。楽しそうです。やっぱりプールとかも、はい、やっぱりコロナ禍でなかなかあれなんですけど、うんうん、今ホテルのプールってすごくその辺しっかりしてくださって、うん、ね、予約もすごくね本当に貸し切り状態で入れるんですよ、うんうんうん、今なのですごくリフレッシュかの子供彼女はすごいして喜んでくれてるので、こちらもやりがいがあるというか、はい、すごくハッピーな気持ちになります。普通プールって言うと、うん、他のお客様だったりとかいろんな方いらっしゃってなかなかこう思うように ね動けないというか、はい、泳げなかったりするんですけれども、ね、まあ、今逆にチャンスで、そうですね、やっぱりちっちゃい子たちがね、はい、いるとなかなか迷惑かけちゃうんじゃないかななんて、ね、思っちゃう場合もあるんですけど、はい、今は本当にそういう意味では逆にすごく快適に過ごせることができてますね、はい、なるほど。ちなみにお母様もねお連れになられているというお話だったんですけど、うん、お母様はいかがですかね、そのホテル。やっぱりすごいこういう世界があったんだなぁなんていうふうにこう言ってくれて、はい、うん、で本当にいいのみたいなやっぱり塾長も前おっしゃってましたけど、はい、いいのかいじゃないですけど本当に、うん、本当にやっぱり喜んでもらえるのが一番嬉しいので、うん、はい、でも孫娘と一緒に来てのんびり、まあ、今ね、うんうん、遠出もできないの で、ね、都内のホテルなんか本当に今快適かなと思います。なんか今の話聞いていてですね、結構その旅行ってやっぱりいつもとは違う非日常に行くっていうところで、うん、車使われたり飛行機使われたりとか新幹線使われたりする方多いと思うんですけれども、うん、そうやってまあハイアットにこうデイユースで行くっていうのはすごくある意味で言うとなんかこう家族のまた新しい絆だったりとかです ですね一面に気づける、しかもなんか疲れなさそうですよね。なんかすごくそうですね、うんうん、やっぱり旅行っていうといろいろ準備してっていう感じがあるんですけど、す、ね、本当にプールなんかも水着貸してくれますし、まあ、子供のは ね持ってかなきゃいけないんですけど、はい、なんか本当に手ぶらに近い感じで本当に至れり尽くせりでなんかちょっとのんびりしてとかショッピングしたり、うんうん、まあ、近くの公園あれば行ったりとか、いいね、そういう意味では優雅に過ごせますね。で駐車場の、ね、料金も無料のとことか半額のところとか、はい、車ね、うんうん、今の現状だと電車怖い方は、はい、まあ、そういう形でも行けますし、まあ、全然電車もね今使えますし、はい、って感じです。なるほど、わかりました。今回のですね、この独自で開発されたこのスキームだと思うんですけれども、これを考えつく何かきっかけみたいなのっていうのはどこかにあったんでしょうか。やっぱりさっきもちょっと言ったんですけど、なかなか理解を得られにくい感じだったので、はい、でもやっぱり自分でそれはその時点で諦めちゃうことももうできたかもしれないんですけど、はいはい、やっぱりそうじゃなくて自分の人生でみんなでハッピーね、はい、やりたいっていうところもあって、うんうんうん、でいろんな方法を考えてた時に、もともとあれなんです、ハイアットはデイユースのプランない時から、まあ、他のホテルもそうなんですけど、はい、デイユースできますかっていうと結構使わせてくれて、実はやられてたんですか、そのネゴシエーション去年とかも、ね、ちょこちょこ、はい、泊まれないので、はい、泊まれないアマだったので、はいはい、なのでまあ使ってて、で今回すごくそういうデイユースでね優しいプランが出たので、これはもう絶対、はい、使いたいなと思って、はい、やっぱり自分でやりたいこう可能性をいかにこう考えていくかっていうところは、まあ、楽しくもあり、はい、今の諸条件がありながらも自分がこの世界が待っていると。でもあれですよね、うん、その世界の向こう側にっていうのはやっぱりご自身のハッピーだけじゃなくて、うん、やっぱどこかにご家族のハッピーがあったからこそ、まあ、そう、もちろんそうですね、はい、はい、ゆくゆくはだから主人にもはい、カミングアウトしてですね今皆さんでやっぱりそういう、ね、みんながハッピーになれるっていう空間を分かればきっと理解もしてくれると思うので、そうですよね
周りから固めていきます。あ、素晴らしい。まあちょっと今回ね、同じようなもしかしたら状況の方はですね、ハイヤッコさんのお話聞いて多分勇気持てた方もいらっしゃったんじゃないかなというふうに思っております。ではですね、最後になるんですけれども、今回のですね、このガチンコマイル塾の、リスナーの方にですね、ハイヤッコさんがちょっと伝えておきたいティップスであったりとかですね、メッセージであったりとか、何かございましたら最後に一言お願いできますでしょうか。はい、修行は諦めないで、はい、もう思った時にぜひやってほしいと思います。そうするとその先に見える世界があるのでぜひ扉を怖がらず開いてほしいなって思います。はい、わかりました。今回貴重なお話ありがとうございます。ではですね、今回のお話を聞いて少しでもですね、何かお役に立てたというふうにね、思う方はぜひいいねマークをですね、押していただければなというふうに思っております。そのわけですね、早子さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。あ、いいね、よろしくお願いします。ガチコマイル塾。最後までガチンコマイル塾の YouTube をご視聴くださりありがとうございます。ぜひこの動画の内容が良ければいいねのボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄に感想やご質問もお気軽にくださいね。またマイルやホテルに関しての最新情報をいち早く知りたい方は概要欄よりメールマガジンのご登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。